さあスピードを上げていく、前に前線ボールを上げて、さあ縦に渡ります、中入れられるか、低いボール、うっとーゴー決まりました。宮城抜けてきた、中へボールを入れる、ディアサイド決まった。先制はカタール、宮城から平松へというボール、中を選択しました、シュート。走っていくエリアの中に自分で持ち込んだ、この角度からゴールの前だ、決まる。平松今日2点目。右足で蹴るのが戸高、柔らかいファイエー、いいボールだ。ここは狙っていた、池田が中へ入れる、シュート、オフサイドか。田中裕介がニアサイドに動いて、その奥クロスバー、いいなから、いいなば中にボールが入って、ニアサイド、金井が中を伺う、平松が中に入ってきた、平松ゴール、またも決め、宮城もう一度八木下へ、中動き出して合わせようというところですが、こぼれている、決めた、富山1点返しました。ここは八木下からのボール、クロスだ、平松決めてきました、同点に追いつきました。花井裏抜けていった、シュート、キーパー正面か、いや弾いた弾いた、ここは中に入ってきた、シュート、これは大事な PK になります。決まりました。入ってきた松原、前線にボールが送られて、平松シュート、決まりました。ボール前、大野にパスがつながるが、シュートを打っていく、サイドネット、平松狙っていきました。そうですね、佐々木洋次がやはり2列目、さあ平松、平松どうだ、決まった。後半立ち上がり、時間と人数はかけている富山の攻撃、平松シュート、キーパー田中少しこぼしましたが拾い直しています。こぼれている末木のところ、こぼれてシュート、ブロックしてたのか、まだあるか、押し込んだ、富山が先制。前半の28分、最後押し込んだのは平松、ニアサイド、ヘディングワークの上だ、うわいいパスだ、武、平松、そして宮城、宮城シュート、決まった、落ち着いている、今日も落ち着いて、置いて勝負か、入れてきた、ゴール正面、折り返す、セイダ、またコーナーキック、潰しきれませんでした、のまず左